皆さんこんにちは、ガンバ大阪の山本ゆきです。以前開催していたガンバスピリットを久しぶりに開催したいと思います。今回のゲストは、福岡選手と山見選手です。お願いします。はい、じゃじゃん。プロ選手として意識していることでもチームの中で一番意識高い2人じゃないですか。いや、びっくりするびっくりするわ。怖い怖い、うん、一番意識高いじゃないですか。そうだね、よく寝てよく食べることかな。だから意識してることはそれだけですか。ほんまに本当に子供と一緒に寝て、寝るの早いですよね。じゃあ、はい、もう10時前ぐらいにはもう布団入ったりしてるから。マジですか。もう入って入って早いで、その調子悪い時は起きちゃう。子供寝てから起きちゃう。ちょっとそれでも俺11時半とか12時とか。もう調子悪いと1時に起きちゃう。山見2時ぐらいだ。俺12時半ぐらいに寝てる。遅いから。遅いな。だから目パンパンなんで。朝ね。朝。ほんまにずっと寝ちゃう。話しかけても全然。あ、どうぞ。こんな感じだろ。山見ってめっちゃチャランポラな感じやん。なんかやる気なさそうやけどさ、その俺いるからさ。全部ついてくんだよ。おい、すごいよね、ここの二人が。本当に。もう何、師弟関係っていう。もう長いんだ。何するにもね。長い。遅いんですよ。何が？翔太君遅いんですよ。何に？風呂とか。風呂とかも全部遅いし。違う、あれは、びっくりした。だって俺は、風呂入ろうかなと思って、こう立ち上がった時に、山見の方見たら、山見が、なんか、行きますか。顔してるから。それ何だ、もう。俺はもうそんなん関係ない、もうマイペースだから。山見はもう全部ついてくる。いや、ほんとにありがたい、ありがたい。 何するにも一緒にいるもんね。じゃあ山本ゆうきを意識してるってこと。山本ゆうきを意識してるは調子乗っちゃうんで。それは言わないですけど。言い切ってもええと思うけど。俺はそんな感じかな。そうですね。睡眠、うん、お菓子とジュースを食べ過ぎないこと。食べてるのは食べてるけど食べ過ぎない。過ぎないね。でも食べてるイメージあるね。そう。でもやっぱでもちょっと食べたい。食べたい。お菓子とジュース。うん。走り終わった後とかに食べたい。うわ食べたい。オフ前じゃないですかそれは。オフ前だな。関係ない関係ない。俺チョコ大好きだからさ。あ、そうなんですか。俺チョコめっちゃ好き。だから家にチョコ絶対ある。あ、そうなんですか。バクは食わないけど、あのコンビニとか行った時に、あ、今日チョコ切れてる。チョコ買ってこ。生チョコ買っちゃうみたいな。あんな大きいあの小分けになってるやつとか買っちゃったら1日でなくなっちゃうから。え、それはさすがにない。いや、じゃなくなるんですよ。なくなります。俺はもう買わないですね。オフ前ほんとなんかでもオフ前は買いますけど、うん、俺崩す時はめちゃめちゃ崩れるんで。崩すぞって決めた日はもう崩れます完全に。いや、勇気ほんとそういうのないよね。あんまない。てかまああんまりその意識高いとかじゃなくて、あの元がね、体に悪いもの食べたらもう気持ち悪くなって気持ち悪い。ダメこれほんまやね。体に悪いやつが一番美味しい。じゃあうまいのは分かってんだけど、それをこう入れすぎると気持ち悪くなっちゃう。反応しちゃうでしょ体は。そうだね。重たいとか胃もたれするとか。胃もたれとか分かる。お前なさそうだもんな。もう全然、毎日焼肉とかでも全然嫌だ。焼肉は嫌かな。嫌なんだ。そういうのはだからオフ前に崩す。でもそれはそれであれじゃない、プロ意識じゃない。そのそうですね。だから休養っていうかさ、休むところは休む。そんなもんすかね。そんなもんだ。意識してるのはそこ。前もお菓子食べ過ぎない。食べ過ぎない。はい。そんな感じです。はい、そんな感じです。プライベートの過ごし方や趣味。それやっぱ子供をいかに早く寝かせるか、問題が出てくるな、俺は。それ大変ですね。そう、だから多分この後も帰って、今日は寒いから、とこうダウン着せて、長めに外いる。あ、疲れさせる。体もう本当寒い時、まあ、一瞬だからあの疲れるのが。あ、そうなんですか。子供、うん、でお風呂入れて夜飯食わせて寝かすまでが一緒。それ終わってから自分の時間のことですか。って思うけど、そう寝ちゃう俺は。自分の時間あんまない。あ、そうなんですか。あの作らない、うん、あ作れない、作らない、両方ある。もう絶対しんどいやろなって思うし。いや、しんどい先にあんねん。かわいいわ。かわいいわ。分かってるけど、もうしんどい。しんどい先にあんねん。未来を見ろって。もう4時とかに起こされるのきついもん。4時に起きたら俺もうこんなやで。こんなで俺もあの、こんな。ずーっと。
俺はもうだから今は犬です。犬がね、本当勇気の犬、本当超可愛いよ、ね。超可愛い。マジで可愛い。レベル超。翔太くんちの犬より可愛い。かなり可愛い。かなり可愛い。まあうちは3匹おるからね。いやだからもう家帰って散歩行く感じかな今は。それが今の勇気のプライベートと。今プライベート散歩。おじいちゃんみたい。羨ましい。逆に山みたいにしてるの。お前でも家やもんな。家から出ません。ゲームじゃん。ゲームやな。ゲーム、漫画。ここマジでゲームしますよね。マジしないから。一番してるやん。マジでしない。一番してたね、キャンプの時は。え？キャンプの時、夜ずっと誘ってきて。ずっとしてましたよ。もうだって、一人だよ、だって。一人部屋で何する？キャンプの時、エグかったっすよね。永遠にポケモンやってた。昼寝せずにポケモン。昼寝は別に俺するあれはないから。まあ、普段からせんよ。それすごいわ。目バキバキ、俺目が無理やもん。マジで目バキバキになる。だから俺朝目パパ。でもなんか弱いっすよね。何が？全体的に。めっちゃやるけど全体的に弱い。何が？どれが？ポケモンとかは知らんけど俺やってへんから。FIFA も。俺 FIFA とか1年ぶりぐらいにやったけど負けへんもん。俺待って聞いて。俺 FIFA 本当にマジで5年ぶり。本当に。山見と翔太くんはもうゲームのイメージ。一生ゲームやな。まあ、家帰ったらね、翔太くんは無理かもしれないけど。でも家帰って少しの時間あったらちょっとなんか隠してどこ行こう、パッて取ってやることやって、ちょっともうすぐしまって。翔太くんからいきなりなんかポケモンの名詳細みたいな送られてきたりする。マジで恥ずかしい。やめて。今何歳ですか？28で。28でポケモンって28歳だってポケモンってお前めちゃくちゃ夢あるだろお前。いやろ。なんでポケモンがしたいんかわからん。え、ポケモンだよ。え、めっちゃ面白い今のポケモン。顔進化した、オープンワールドやで。なんだオープンワールド。進化したな。すごいよな今。ということ何が違う？どこにでも行ける。バッチ取るだけやろ。いや、違う、まだいっぱいある。色違い集めたり、なんか深いね。なんで色違い集めなの？知ってる？だからさ、あのこうなんていうの？移動がこうやったよ。ずっと分かる、うん、カクカクやったよ。あ、はいはい、そうちゃう、もうダメだね。いや、そういらん。山登れんね一人で。岩登っていく。そう、それいいよ。なんで技マシンとかいらんねん。あ、確かに懐かしい。いやぎりとか言って技マシンせえへんと通れへんかったとかじゃないってこと？じゃない、まあ、とりあえず自分が強ければいいんだから。強いんだから。何のためにやるんですか？え、これ強くなるってこと？違う、自己集める。集める。そう、あ、そっちだ。コレクター、色違いを集めるって。あ、そっち。そう、でも誰に自慢するわけでもないんでしょ。ここどっちが多く捕まえられるかっていうのやってたね、キャンプ中。ヤマミ無理やからな、こいつゲーマーすぎるもん。いやヤマミはマジでゲーマーすぎる。ほんま一生ゲームしてるもん、ね、プライベートで。プライベートの過ごし方こんな盛り上がる？俺らのゲームのことでめっちゃ盛り上がってる。大丈夫？大丈夫。ミティ中そと外中そとビヒランシア。ビヒランシアはリスク管理ですか？例えば。それ選手しか分かんないですよ。もう本当ね、もう俺は一緒に1年やってるから、はい、徳島からガンバに来るときに日本語を話せる量が増えてる。